こんにちは。今日はですね、こちらのハンドタオルで作る動物さんを3種類紹介したいと思います。保育園での隙間時間やお家や外出先でも使うことができるので、ぜひ一緒に作ってみてください。飲食店でね、おしぼりを使って動物を作ることもできると思うので、ぜひ活用してみてください。それではもがちゃんタイムスタート。こちら100均で買ったハンドタオルになります。33cm×33cm のものになります。必ずこの大きさじゃないとできないというわけではないので、もう少し小さいものや大きいものでも作ることができます。用意するものはこのタオルと輪ゴムが3本です。で、最後につけたい人はリボンも用意してください。ちなみにこれは一応スズランテープですね、リボンの代わりにします。では作っていきましょう。まずはタオルを広げて、端から真ん中までくるくるくるっと丸めていきます。はい、真ん中まで丸めることができたら反対側も丸めていきます。両方丸めることができたら半分のところでくるっと回して半分に折ります。はい、こんな感じです。そしたらこれをくるんと広げて、輪ゴムでこの真ん中ら辺を止めます。でもうすでにね、ここが腕、足っていう感じになってます。はい、そうしたらこう耳の部分も止めていきます。耳をギュッと、片方が巻けたらこっち側もギュッとつまんで、くるんくるんと3回から4回ほど巻いていきます。で、形を整えて、はい、これでクマさんの完成です。でね、先ほど言ったこのスズランテープ、リボンでも OK です。これで首元にリボンをつけてあげます。こんな感じでリボンをつけるとより可愛く出来上がりますね。皆さんこんにちは、僕と一緒に遊ぼうよ。さあ、次のタオルは誰に変身するかな。はい、続いてはこちらのタオル、先ほどと同じで、まあ、30cm×30cm、 ちょっとさっきよりはちっちゃいものです。はい、こちらのタオルと輪ゴムが今回は1本必要になります。それではやっていきましょう。はい、まずは端からくるくるくるっと丸めていきます。くる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 、はい、このように最後まで丸めることができたらギュッと半分に折ります。そしたらここの耳の部分をギュッと前に折り込みます。はい、そうしたらここを輪ゴムで留めます。ここが耳になるので耳の形を整えます。はい、これでうさぎさんの完成です。ぴょん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 。私の好きな食べ物は人参なんだけど、みんなが好きな食べ物は何？みんなも人参好きなの？やったー、一緒に食べよう。もぐ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 。さあ、次のタオルはどんなものに変身するのかな、楽しみ。はい、続いてはタオル1枚だけで作っていきます。まずはこちらの3辺を真ん中に向かって折っていきます。はい、このように折ることができたら1回、2回、真ん中に向かって折ります。このまんま裏返します。そして真ん中に向かってパタンパタンとこのように折ります。そしたらギュッとこっち側に折りながら、こちらの後ろの溝を手前に持っていきつつ、こっち側のタオルを中に入れていきます。ギュッと、こんな感じでギュッギュッギュッと中に入れます。はい、このようになりました。そしたらこの三角の部分は内側にこんな感じで折り込みます。そして鼻の部分をくるっとギュッギュッと回して
形を整えます。そしてこの耳の部分をギュッと少し引っ張って形を整えます。こっちも引っ張って形を整えます。はい、このように整えることができたらゾウさんの完成です。ここがお耳で、ここがお鼻。パオン、こんな感じでポンポンと投げても形は崩れません。ぜひ作ってみてください。はい、ということで3種類の動物さんをご紹介しました。いかがだったでしょうか。こちらね、今作ったゾウさんです。パオン、かわいい。結構ね、最初は難しいかなって思うかもしれないんですけども、一回作ってしまえば覚えるので、簡単に何も見ずに作ることができます。ぜひね、作ってみてください。はい、ということでこちらのタオル遊びかわいいな、作ってみたいなって思ってくださった方は、高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。チャンネル登録よろしくね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 。